スペースデザインカレッジは建築とインテリアを学ぶ学校。最大の特徴は入学資格が20歳以上という点である。20代から50代まで幅広い年代の学生が通っており、入学者たちの前職は社会人、学生、主婦、フリーイーターなど様々。また経営の母体は一級建築士事務所が運営しているという点も大きな特徴である。 私企業運営による柔軟な体制を活かし、建築とインテリアのみの授業を行うことによって、就職に必要な実践的なカリキュラムを組んでいる。さらに講師は、プロの現役デザイナーであるため、刻々と変化するデザイン業界に精通したプロの意見を聞くことができる。インテリア産業協会の会員企業である。1996年9月に福田健作が、 東京都豊島区に設立。株式会社会を経営母体とする。現在は東京、京都、大阪にキャンパスがパリに連絡事務所がある。インテリア、建築業界で活躍できる確実な技術と知識を持った真の人材を育成することを教育理念とし、独自のカリキュラムで指導を行う。入学条件を20歳以上とする大人のための学校である。 学校とは別に、学生の作品展示などを行うギャラリーひた向き、ヨーロッパからの情報を発信するパリ連絡事務所がある。講師を含めた教職員は約60人。生徒総数は約260名。ありがとうございます。